ああ、もういなくなっちまった。やっちゃうよ、こっちも。はい、やっちゃってください。めっちゃ軽いじゃないですか。ちょっと。見るね。この楽さよ。あんなにためらってたのに。もう見れねえ。焼肉好きなんだから。ってことや。じゃあ またやってるな、この人。あ、今度スタヌさん牛担当。俺っすか。言ってくださいよ。スタイリッシュネーム。この男だけは見逃しちゃってくれ。え、まさかスタヌさん人間やろうとしてない、これ。一人人間含まれてるけど。そっち重すぎてな。じゃあ重すぎな、ね、食い物いっぱい持ってきてくれたの。いや、まあこれ持ってけば安心かなみたいな。え、マジ？やつをね。ちょっと待ってください。変なやつなんか作ってたんだよな、はい、さっき。いえ、全然。真剣も真剣で。変な塔みたいの作ってるから。真剣も真剣ですよ。よし、じゃあ準備も完了なんで。オッケーです。じゃあちょっと こっち僕の方に来ていただいて。関さん、高橋さん。え、ちょっと待って、墓みたいなのもあります。はい。ちょっと地上に戻ってます。はい。なんか墓みたいなの建てたでしょ。墓見て立てないで、なんでそんな縁起悪い。十字架見てるのが。そんな縁起悪いことしないですよ。本当。教会？うん。怪しいな。なわけ。よし。あ、でも祈り捧げるっていう意味でもいいかもしれないですよ。最終決戦の前に。よし。こっちにあのお立ち台があるんで。おお、立ち台。よいしょ。んここに立てればいいんですか？こっち、ここに落としてないが。ああ、ここに。おお、あ、え、なんかいい景色。いいですね。ああ、ああ、ね。なんか頑張ろうって思いますね。はい、勇気与えられるっすよね。ねえ、うん。これは。まだ、まだじゃあ、ヒカキンさん。はい、お願いします、どうぞ。あ、来た、なんだこれ、てか、なんか、あ、なんかはしごあるんだけど。うわ、なん、あ、これ作ってたんだ。なんだこれ。よくこんなん作ったな。上がってきてる。めちゃくちゃこれ。名前が上がってきてる。上がってきてるな。おい、これなんだよ、暇かよ、働けてこれ。めっちゃ虫メガネくんがなんかやったやつじゃないか、これ。やべやべやべ、危ねえ。危ねえ。え、これ何これ。僕ら奥にいるんで、ぜひ、今、ゲットしたものを掲げてもらって。え、マジですか、せーの。はい。え、何これ、ミルク入りバケツじゃん、これ。牛乳です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。状態以上回復できるんで、ぜひそれを。困ったら飲んでいただきたくて。はい、いいもんゲットしたわ。いや、大事っすね。いや、助かるぞ、本当に。お立ち台まで作ってんね、ちゃんと。頑張れるわ、俺。そういうことか、大事っすね。ありがとうございます。頑張れるなぁ。もし降りる方、降りる時は。墓かと思って、マジで。危ないんで、降りる時は水に降りてもらって。あ、怖いな、これ。やべやべやべ。こうやって。怖い。あ、魚めっちゃいるじゃん、ここ。ほい。ほい。イエーイ。こうやって王は生まれたんやな。よし、行きましょう。行きましょう。何かあったらヒカキンさんがぜひ。はい、行きましょうか。それで回復してもらって助けてもらいますわ。戦う気力湧いたわ、湧いたわ、いけるわ、あれ、ね、頑張ろうと思えた、負ける気がしねえ、ね、じゃあ食べ物だけシェアして、立派だな、行きましょう。ヒカキンさんが上がってきた姿はマジでもうあれはもう感動したな。なんかロード・オブ・ザ・リング思い出しました。王の他の上からこうパッと出てくる瞬間消えましたよね。いや、そうね、お前くらい感動したな。来てくれたんだ。しばらく忘れんやろな。